右サイドベンチ。ベンチあったのに、やばいな。えらいベンチ。かわいそうに。さっきのスナイパー結構うまかったと思うんやけどな。俺のあれなんで誰も超えてくれるんだろう。うまいとは思ったけどコメントの邪魔したくなかった。コメントの邪魔ってなんや。ゲーム見るよりコメント欄見た方が面白い。それはゲーム実況としてどうなんや。バーカ。してないよ、してないよ。下打ちなかったかな。え、下打ち一発を一発を、こそやな。普通に勝ちに行きます。さっきまでを10段階評価で集中力いったらまあ7ぐらい、7ぐらいです。これ8にします。そんなに変わってなくてくさ、実はリペアしただけで勝てると思ってるのくさ。まあ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 、こっからこっからこっからです。こっからです。ネイマールバトル、ネイマール負けてもうたからな。けどさ、思ってんけどさ、あんな高頻度に PK なんやったらさ、もう PK の研究した方がよくない？もうなんか相手選手の過去の PK でのキックの確率とか研究しまくってさ。ああ、なるほどね。日本は際一コースけれへんみたいなことしてたやん。あれさ、なんか PK にさ、正直なんか選手の責任押し付けすぎやと思うよな。チーム全体で次どっち蹴るか決めて、ね、それであとはその選手がどれだけそこに対して変えれるかってした方がいいよな。極端な話もチーム全体で次真ん中蹴れっていうやつに決めたら真ん中打つとかさ、もし個人の裁量でやってるとしてもということに仕上げた方がいいと思うよ。あれ、ベンチの貴重な意見ありがとうございます。おい、誰がベンチの貴重な意見や。ベンチやったけれどもふざけんな。いやけどマジ日本代表とかいうシステムにさ、あれはちょっとマジでかわいそうやと思う。俺マジでないよな、さすがに。なんかその全部責任取らされるのはさ、これおかしいと思う。あれ一番はちゃめちゃ叩かれてたんは監督やぞ。まあな、監督はさ、最悪叩かれてもさ、 PK 蹴る瞬間に気象出えへんやん。シンプルになんかさ、かわいそうとか感情のじゃなくて、あまりにも合理的じゃないよな。お前が合理的とかさ、クロアチアってさ、めちゃくちゃ強いやんな。昨年の決勝トーナメント上がってなかった。あ、そうやんな、前回優勝以上か。めちゃくちゃ強いやんな。だからなんか、うん、だからクロアチアに引き分けで PK まで持ち込んだって普通にすごいことやねんけど、フォーカスされへんのわけわからんわ。こういうのがあるたびに思うけどさ、インターネットマジキモいなって思うわ。だがそのキモい世界でしか俺たちは生きられないのだ。そうなんだよな。日本代表を叩くなら元気を叩け。そうだよ、日本代表を叩くぐらいだったら俺を叩け。俺はいくらでも受けてたったらお前すぐ活動休止するさかい。俺のこと叩いて1000万ぐらい YouTube 再生してくれたらお前、それでお前1年間ぐらいお前、俺はもうそれですぐ活動休止されたから、お前そこで得た広告収入でお前任せろ。今回の件に関しましてって言っても10分の動画で広告20本ぐらい入れてお前動画出したらお前、後半の方に重大発表がありますって言ってどうにか再生維持率上げてさ、そこは1年間雲がきでよ。で1年後復活する直前ぐらいで動画削除して、コンベンチだってやめろお前。サッカーの話してる時に俺のことベンチベンチって会うなやめろお前。俺も笑ってはいるけど中学校時代ずっとベンチやったこと自体はちょっと気にしとんねん。どこらでおす。そうだぞ。ベンチに入れへん人っているんだお前。ただベンチに入れへん人はうちのチームでおらんかった。強豪校じゃないから別に。そんな部員50人とかいるチームちゃうから。右サイドベンチ。ベンチあったのに。やばいな。やばいベンチ。かわいそうに。ベッチは畳めるのうまそう。ヘディングのしすぎででこのディフェンスライン高くなった。おい、誰がヘディングのしすぎでディフェンスライン下がったんだ。生まれた時からディフェンスライン低かったよこれ。けどなんでディフェンスライン低くがしてるけ。これはな、将来的にオフサイドトラップを取るためやね。何がオフサイドするんだよ。あんなハードなスポーツするならベンチで特等席で眺めてた方がいい。いかやく。それ言い出したらもうお前運動場合い。てかさっきのスナイパー結構うまかったと思うんだけどな。俺のあれなんで誰も超えてくれよかったら。何どういうこと、どういうことエリアチャットってね、近くにいることあ、近くにできるんや。うまいとは思ったけどコメントの邪魔したくなかった。コメントの邪魔ってなんや。ゲーム見るよりコメント欄見た方が面白い。それはゲーム実況としてどうなんや。ちなみに今日な、俺ラストやろう思てんねんけどさ、ちょっと今日はガチにお願いねんけど、ゴースティングはないようにしてくれると嬉しいっす。結構ちゃんとラストやりたいなと思って、やっぱり。いやー、もうある前提もクソもお前。昨日、二日目や言うてパー入って、ドアガチャ上げたら、オレンジの前集落になって思てたから、村で来てたぞ。欲しいもん何も手に入るしね、グラセフチートで遊んだみたいな感覚だって、なんか一瞬で冷めたわ、ゲーム。グラセフのチートはね、チートや。お前、それでケンキ昔チーターやったみたいな動画とか出て炎上した。俺マジでその炎上させたやつ本気で燃やしに行くからな。味場に隣の建物に言うってどういうことやねん。味場にの部屋みたい。初見です。こんにちは。味場にヒットボックス大きそう。
前は見薄いよ。オッケー。今来たけど、アジバニがチート使って切り抜きが燃やされたってこと、イカラス。もうやばいわ、やばいわ、やばいわ。今の話の中で、ね、アジバニがチートを使って燃やされたってことだってのやばいわ、もう。インターネット怖いわ、もう。マジかよ、アジバニ最低だな。アジバニ誰も映ってないのに500人近くいるのを感じる。ソロですか、仲間いたらまずい。OK、切断した。痛い、これ。ガンバ。え、待って、死ぬ！死ぬぞい、わら、全裸だ、あ、あ、めっちゃ減る、あ、わらわら、くさ、あ、くさ、え、わらわら、そんな痛いの？アンチダメージ。くさ、ださ、アンチダメージそんな痛いの？これ。えぐ。何しとん？わら。えぐ。まあまあまあ、学びとなりましたから。学び学び。しかしさ、やっぱルシアすごいな。ルシアってタイトル入れたらさ、全然自信なかった動画がめっちゃ再生取れてさ、やっぱ、すごいなって思った。正直。ね、吸引力すごいわと思って。ホロライブってすごいやなと思って。うん、味締めて俺、3秒ぐらいしたペコーラのモノマネのシーンをタイトルにしようとしてる今。叩かれたら秒速で噛む変えようとします。ペコジキペコジキペコジキ気持ち悪いな。知らん、開いた。元気はクリスマスに4時間配信しろ。コロは他とコラボするときは事前に許可取らないといけなくなった。しかやく、世界からクリーがなくならないのはなぜかって話よ。なぜかクリームは、あえての目の前で、なぜクリームは設置するっていうよくわからん動きをしちゃった。なんかコメラン餌付けされてる恋みたい。餌付けされてる恋みたいだ。お前ら言われてんぞ、餌付けされてる恋みたいやって。どうも恋です。プライドはなかった。そうだが、うん、餌が用足りねえよ。なんかってことだよ、もうありません。あけんきねえた。爆笑シーンなどがあったら、バーカ！よし。下打ちした？ね、してないよ、してないよ。下打ちしなかったのかい？え、下打ち。一発、一発オンや、こそやろ。一発オンや、こそやろ、お前。そんなシビアに判定するお前。切り抜き見るまで元気さんってクールな方かと思ってました。いやー、まあまあ、クールな一面もありますよ、そりゃ。クールでクレバーな一面もあります。普段はハゲで、なんで？あ、なにハゲでハゲバーって。おい、適当なこと言うな。急に好き仕方に入ってた。しょうもない。ちなみにルシアさんの顔をサムネに載せるかどうかの会議は1時間にわたり行われました。 LINE グループで政府か否か1時間にわたり行われまして、もうさすがに引退した人が政府だろうということになりました。結構しょうもない会議だな。まあけど俺が怒られたらみんな俺のことを守ってくるよな。よいしょ。一緒に叩く。おい、一緒に叩くな。そういえば一緒に叩くわで思い出したけど、ヒカキンさんがポケモンかなんかスプラトゥーンでさ炎上したやん。肌の色普通でいいかなって言って炎上したやつあったやん。あれの話で理不尽やんなみたいな話をさしてた時にさ、みんなわかる、あれマジ理不尽やったって言ってたんだけどさ、その中でコメント欄でさ、わかる、あれマジ理不尽やんな、よくわかるぞ、俺も一緒に叩いてたわって言ったやつ言って、マジこいつ狂ってんなと思った。そういうやばい視聴者もいます、うちの配信には。サイコパスいるって。もうサイコパスいます。昔から人間は石投げることを娯楽にしてたから多少はね。かぶってるのはカツラ。テレビと元気は叩いて直せと。今めっちゃいるやん。いや、やっぱそうや、びっしょいたやん。泣きました。死体落ち。あ、死体落ち。魔女裁判が死体落ち。あナイス。ああ。あ、もう一人な。お、その銃出さすぎだろ。使うやつやべえ。撃たれる側の気持ち考えた。オッケー、倒した倒した。よーし。叩いたことはないけど、オッケー。よし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 。死体落ちしたやん。あ、してへんて。死体打ちじゃないって。死体打ちじゃないってだから。なんで死体打ちしたことあってん、全部。前立腺の死体打ちってない、しかも。いやーもうこれさ、多分俺、対戦相手見つからんくて俺多分これ出れるわ。もう暗中で恩赦で多分。ちゃんと、ちょっとゴミとか拾っとくか、ここら辺の。
はい、来た、来た、御社、御社来た。御社してさ、こっからよ。そう、装備がしんどいよな、結局。御社されたところで、受刑者が社会にいきなり放り出されて、結局困って、何もできんからまた犯罪に走ってしまうのと全く同じ状況が今発生してる。してへん、してへん。社会に放り出されてないやんけ、しがみついとるやんけ。社会に放り出されへんように。待てろ、待てろ。検知キルムーブしないか勝て、突してくれ、半分 G1 かけん感じてくれ、全部突きました。下打ちして、下打ちしてない。あれ下打ちやったらもう何もできん。おいオッツ 1.0 やって、倍率低すぎてかける意味ないやん。オッツ 1.0。上目ってまだ出てんの?1位取れるかどうかのオッツ引く。取れるのかいやー頑張るって、信じてくるよ。多分初見ですさようなら。いやーだからちょっとここは最後正直、普通に勝ちに行きます。やっぱ動画構成的にもね、正直これ最後勝ってないと動画がちょっとやっぱ、オチがつかんからね。いやだからさ、マジでこれほんまに、さっきまでを、まあ集中力で言ったら、10段階評価で集中力で言ったら、まあ7ぐらい。7ぐらいです。これ8にします。でしょ?で、これね、俺は本気出すとね、まず敵がめっちゃいいとこ落ちちゃうんですよ。で、これなんでかっていうと、敵倒した方が楽しいんですよ。でも開幕落下4するんやろ。いきり、さよならおもろ20。わらわら、おい、わら、わらわら、は、あ、わらわら、わらわら、もう一人いたようだ。まあ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 、こっからこっから、こっからです、こっからです。ほらほら、 YouTube 純チャンネルやって、相手ライブ YouTube 純チャンネルやってるわ。相手 YouTube 純チャンネルいます。敵にライブ中らしいっす。 OK、 YouTube 純チャンネル倒しました。 Twitch 兼チャンネルが YouTube 純チャンネル。あ、待てよ、いけるよ、いけるよ、いけるよ。やば、わら、じゅん、じゅん、集中してその程度、わらわら、じゅん、え、ん、じゅん、加藤、じゅん。